本日最後の発表させていただきます。今ご紹介に預かりました東工大の庭と申します。本日あの唯一の多分学生からの発表ということで、あの皆さんにより近い目線からお話できればと思います。<laughs> まず最初に簡単に自己紹介です。あの繰り返しになりますが東工大のえっと情報理工学院というところにいます博士課程3年生の庭彩奈と言います。で自然言語処理というものに関する研究をしています。 こちらについてはこれから簡単にご紹介しようと思っております。その研究そのものだけではなくてその自然言語処理の輪を広げる活動というものもしていまして例えば、えっと、その自然言語処理の研究に携わっている全国の博士学生が集まる勉強会であったりあとは、えっと、最新の NLP 研究自然言語処理に関する研究のに関するトークイベントであったりのまあ 幹事といいますか、運営をしてましたり、あとは、まあ、このコロナ前の話にはなるんですけれども、まあ、高校に出張講義に行って、まあ、自然言語処理について布教、まあ、していたりなどもしておりますで。本日の内容なんですけれども、大きく分けると2つあります。で、前半が今お話に出てた自然言語処理に関する研究のお話で、後半がキャリアに関するお話になっています。で、まず1つ目に入っていこうと思います。 まず今お話ししたその自然言語処理、今私がの携わっている研究の分野は何かというと、まあ、一言で言うと言葉が分かる賢いコンピューター、まあ、人工知能を作ろうというような分野になっています。これに関してはいくつか小さな分野があるんですけれども、まあ、分かりやすいところでいくと、例えばそのある言語の文章を別の言語に翻訳する機械翻訳でしたり、あとはまあ自然言語。 自然言語っていうのが普段私たちが使っている言葉になるんですけれども、まあ、自然言語で与えられた質問に、まあ、そのコンピューターが答える質問応答でしたり、まあ、いろんなものがありますで。皆さんの身近なサービスでもいくつか実用化されている技術も多い分野になってまして、例えばその機械翻訳であれば、まあ、Google 翻訳であったり、DeepL などがまあ,あると思いますで。情報検索であれば、Google 検索とか Yahoo 検索とかも、皆さん一度は使ったことがあるんじゃないかなと思います。 あとはその対話エージェント、コンピューターと人で会話をするというところですと、LINE とかでもいくつかあのチャットボットが使えたりするんですけれども、そういうところでお話しできる、例えば元女子高生みんなみたいな、こういうのもまあ自然言語処理の技術が使われているものになります。まあ、その自然言語処理なんですけれども、まあ、私は今までこういう研究をしてましたっていうのを簡単にここからご紹介しようと思います。まず私の研究の最終ゴールとしては、 書き手や話し手の意図を効果的に伝える言葉の生成です。というのも、まあ言うまでもなく言葉っていうのはものを伝える道具なので、やっぱり効果的な単語選択だったり言い回しっていうのがまあ大変重要になると思ってまして、そこを制御できるような AI 人工知能を作りたいっていうところがあります。なのでその使う単語であったりその言い回しっていうのを制御可能な文生成に向けて、主に今まで二つのアプローチを取ってきました。 1>, で1つ目が手法からのアプローチとして、ある文を参考に新しい文を生成する研究で。2つ目が応用よりの研究として、広告生成 AI に関する研究に取り組んでいました。それぞれについて、もうちょっとだけお話しします。まず前半のある文を参考に新しい文を生成するというところなんですけれども、こちらに関しては、えっと、生成される文をいろいろ制御したいという話があったんですけれども、 そのためのアプローチとして、参考となる文を見せて、それに近づけるように文を生成させるっていうのが、まあ、一つの方法としてありますで。これは多分皆さん学校とかでもあった場面なんじゃないかと思うんですけれども、例えばまあ英語の授業で日本語としてこれはオレンジですっていうのが与えられていて、これを英語にしてください。 という,ふうに問題が出されたとしますでこれをうーんって考えると思うんですけどもその時に先生が、まあ、このこれはリンゴですっていう日本語はこの英文に対応しますよっていうふうに言ってくれたらそれに近づけるようにといいますかそれを参考にして英語をせいあの作文できるようになるっていうのがあります。これをじゃあ AI でどうやって実現するかっていうのが、まあ、チャレンジになります。これはどうやって実現したかということなんですけれども、まあ、簡単にお話しするとその参考となる文。 そそそれれれれは正解に近いい文なんですすけれどもををを持ってきてき編集するっていうアプローチを取りましたちょっとよく分かんないと思うので、ちょっと具体例を使おうと思うんですけれども、こちらの図が日本語から英語に翻訳する例になっています。で、このこれは昨日彼女が買ったリンゴですっていうのを英語に翻訳したいってなったときに、まずはこの文に近い他の英語の文を持ってきます。これを参考にしてほしい文です。 そこから、例えば今このあバナナというのが参考文に入っているんですけれども、それはあの正解だとアンアップル、まあ、リンゴにしたいというのがあるので、まずはここから単語、いらない単語を削除します。こんな感じですねでそこから必要な単語を挿入する。その単語の削除と挿入というのを合わせて編集って呼んでいるんですけれども、まあ、その参考となる文を編集することで、まあ、より良い文章を、まあ、生成できるようになる仕組みを、まあ、開発しました。 次に今、手法の話したんですけれども、次は応用寄りの研究、2つ目の研究についてお話しします。広告生成 AI に関する研究です。これ、背景としましては、まあ、やはりそのインターネット市,市場っていうのがまあかなり大きくなっているという背景もありまして、大量のキャッチコピーをまあ自動生成している時代にまあ突入しています。これをまあクリエイティブ AI とも呼ぶんですけれども。 まあその時に、やっぱりキャッチコピーっていうのは、ある宣伝対象を消費者に訴えかける、その良さを伝えるっていうところが必要になるので、いかに消費者を引きつけるかっていうところが重要になります。で、そのための工夫の一つに、習字記法って言われる多分皆さん、大学の、あ学校の国語で習ったことがあると思うんですけども、習字記法があります。例えば、冷えとか、体現止めとか、いろいろありますよね。で、中でも今回対象としているのは、追空って言われるものです。 これも多分聞いたことがある方が多いんじゃないかと思うんですけれども、例えばこちらにある人生は近くで見ると悲劇だが、遠くから見れば悲劇である。これが追育の例になってまして、どういうものかっていうと、この太文字に囲まれているところが、えっと、似た文構造になっているので、2つの似た文構造の句をまずは並列させる。かつ、それぞれの中に近く、遠くとか悲劇、悲劇っていうような意味的に対象の単語ペアが含まれる。 これ対象語って言うううんですけれどもそういう性質を持つものをを追加と呼びますでこれを使うことで2つの物事を効果的に対比させることができるので伝えたいメッセージを強調させるっるというものがあります。これを踏まえて本研究では、まあ、追加の意味的あるいは文構造的な制約を満たすように文を AI に生成,生成させるということです。でこれについて、まあえっと、私は今まで2つの研究に取り組んできました。 まず1つ目に関しては、やっぱりコピーライターっていうのが、どの単語ペアを対象的な意味合いで使っているのか、あとはその2つの単語ペアをどういう言い回しで対比させるのか、させているのかっていうのを調べるために、まあ、実際のキャッチコピーから、その単語ペアっていうのと言い回しを大量に自動,自動取得する手法を開発しました。まあ、その結果、例えば日本、日本人とか、社員、アルバイト、お金、カードっていうような、ある文脈で対象的に使える単語ペアが取れました。 あとは、まあ、右側にあるように何々では何々でしたあ。何々ではなく何々でした。というような,なんかその対比を効果的に伝えるような文構造がいくつか取れましたで。さらにより実用性の高いタスクとして、ある文脈と単語が与えられたときにその対象語を予測する問題にも取り組みました。具体的には例えば地球の環境よりまず何々の環境という文を与えて、この何々に当たる単語を当てなさいというふうなタスクを解かせたとします。 この時に、まあ、私が提案した手法だと、まあ、家族であったり、私だりりであったり、周りだったり、この地球っていう単語に対して、その規模の大きさ、小ささっていう意味で対比させるような単語を生成できるような、まあ、手法を提案したっていうのが、ここの研究になります。はい、ここまでが簡単に今まであのやってきた研究のご紹介になります。でここからあの第2段落ということであの、資料の話に入ろうと思います。 まず最初に言った通おり、まあ、私は今、情報系の専門、専攻してまして、中でも自然言語処理の研究をしています。じゃあ、まずそもそも、なんで私が情報系に進学したのかということなんですけれども、これは一言で言うと、高校数学の社会応用に興味があったからです。これは、えっと、当時高校生の時き、まあ、中学生ぐらいの時はずっと思ってたんですけれども、高校の数学の先生になるっていうのがまずっと長年の夢でした。 でまあ、そこで情報を専攻することでその高校数学の内容と社会とのつながりっていうのを学ぶことができると思ってでそ,のそうするとその数学の各単元っていうのが実際に世の中でどういうふうに役立つのかっていうのを教えられるようになりたかったっていうのがあります。なので、まあ、なんかその高校の先生になるっていう軸で決めてたので当時は情報系のバックグラウンド、まあ、例えばプログラミング経験とか一切ありませんでした。 でまあ、その感じに情報研究進学したんですけれども、じゃあ、なんでいろいろ分野がある中で自然言語種類の研究をしているのかについては、ちょっと今までの経歴とをもとにお話ししようと思います。これがえっと現在の研究分野にたどり着くまでのタイムラインのようなものになってまして、下に行くほど今に近づいています。 でまずえっと大学に入る前高校生の時はやっぱりその学校の先生になりたかったっていうのもあってで学校の先生になるためにはやっぱり幅広い視野を持っていたいと思ったので理系ではあったんですけれども分離問わない幅広いことに取り組みたい国際的なことにも挑戦してみたいというふうに思っていました。 なので、上智大学の理工学部に入学して、もちろんその情報理工学科というところだったので、情報学についてはもちろんやるんですけども、それに加えて、まあ、教育学もやってましたし、あとはボランティアとか語学研修とか、まあ、とにかく何でもかんでもやりたいものをやってみよう精神で、まあ、経験を積んでました。で、次に2016年ごこの頃はその学部3年生ぐらいですかね。 なので、結構、その情報理工学科の専門科目、つまり情報系の科目が本格的に幅広く学べるような時期になってきて、この頃から情報工学、なんか実は面白いんじゃないかっていうふうに気づき始めたんですね。で、その秋頃にやっぱり進路を選択しなきゃいけないというタイミングがありまして、選択としては学部へ卒業して就職する、で2つ目がもともとの夢である高校の先生、で3つ目が院、e、に進学するっていうのがあって、 まあここでかなり悩んだんですけれども、ここでその自分にしかできないことは何なんだろうとか、今自分、自分がまさにやりたいことって何なんだろうって思ったときに、そのここまででいろんな、とにかく何でもやってみよう精神でいろんな経験を積んできたので、それらの経験をまあ情報工学の分野に何とかして持ち込めないかというふうに考えたので、そこで、○○の進学を決めたという流れになります。 でその進学を決める上で自分がやりたい分野と、まあ、大学の研究室の内容とかを照らし合わせた結果、登校大が一番良さそうだということになったので、まあ、別の,大あの印象を受けて、まあ、大学院に入学して、まあ、そこからは、えっと、とにかく何でもやってみよう精神から1つのことを突き詰めよう精神で今までやってきています。で、このここでの経験が先ほど言ったように研究分野選びに直結してまして。 というのもその中で、まあ、いろんな場所でいろんなバックグラウンドを持った人々と、まあ、とにかく接してきたので、まあ、人同士のコミュニケーションに興味を持つようになりまして、まあ、中でもその同じ内容を伝えるにもいろんな意図が込められていたりいろんな言い回しによってその相手に与える影響が変わる言葉っていうのを研究対象とすることに興味を持ちましたでそしてその言葉っていうのをどうにか数理的に表現できないかというところ に興味を持ったのののが自然言語処理の研究を始めた元々のモチベーションですそんな感じでまあ今までいろいろやってきたんですけれども振り返ってみると、まあ、先ほど言ったように高校の時は高校の先生になりたかったんですけれども自分の興味にひたすら従って生きてたらいつの間にか博士課程まで進んで研究をしているということであの高校の時の私が今の私を見てと大変びっくりするような状況になっています。 でも、まあ、結果としては自分の好きなこと200%の時間を使えるので、まあ、すごく楽しいです。で、いいに進学して自分の興味とじっくり向き合う時間も取れたので、まあ、できることの幅も広がりましたし、その自然言語処理のコミュニティの一員として、まあ、いろんな経験を積めてます。で、これらの経験から自分がやりたいことを常に考えて行動して、時には勇気を持ってその大幅の方向転換をすることで、まあ、なんか、 楽しく生きられるんんだだなといいううのを学こじゃあこれからどうしたいんだっていう話なんですけれども、まあ、研究内容については、まあ、先ほどご紹介したように文の内容とか言い回しを制御可能な文生成に取り組みたいんですけれども、まあ、特に実際に社会に役立てることを念頭に置いた研究を進めたいというふうに考えています。例えばまあその文を生成する速度が速かったり低コストで動かせたりそういうところをまあにも焦点を当てて 頑張っってていいいきたいと思っていますでキャリアとしましては来年から企業でリサーチサイエンティストとして働く予定になってましてまできれば女性研究者として、ま、自分なりの働き方を確立して、ま、一つのロールモデルになりたいというのがありますので、ま、研究業務に加えてア、ま、ウトリーチ活動も続けたいですし、ま、コミュニティの活性化にもあのできれば役に立ちたいなというふうに思っています。 はい、では、これとく以上になります。ご清聴ありがとうございました。